アンケート結果を安易に信じてはいけません。相手が周辺国であればなおさらです。お疲れ様です。パーソナリティのアスカです。動画をご覧いただきありがとうございます。さて本日のテーマは、韓国、全世界がソウルにハマっている、まさに世界一の都市、インチキだとバレ国民絶望をお送りします。全世界がソウルにハマっている？あなたは韓国に観光旅行をしたいと思いますか？先日韓国メディアが、全世界がソウルにハマる、10人中9人がソウルへ旅行したいと回答という報道をしました。しかしその調査方法があまりにひどいと話題になっています。今回はそうした実情と日韓の人々の反応をご紹介します。まずはこの調査についてです。調査を実施したのはソウル観光財団というところです。ここが11月1日から19日にかけて7つの言語圏の9181人に対してアンケートを実施しました。その結果、外国人回答者の 91.9% がソウルを旅行する意向があると回答し、韓国人の 94.6% が海外旅行が可能な場合にもソウル旅行をしたいと回答しました。これだけを見ると、確かに全世界の人々がソウルに旅行へ行きたがっているかのように思えますよね。しかしこれには注意が必要です。このアンケートの回答者は、ソウル観光財団のウェブサイト上で行われたものです。つまり、ソウル観光へ行きたいと思い、そのページにたどり着いた人だけが回答しているものなのです。それであれば 90% 以上の人がソウルへ旅行したいと思っていても何の不思議もありませんよね。これは漫画サイト上で、あなたは漫画を読みたいと思っていますか？と聞いているようなものです。それを全世界の人がソウルへ行きたいと思っているかのように報道するのは、さすがに偏ったものであると言えそうです。これを信じてソウルは世界で愛されていると勘違いしてしまう人が出てきてしまったらかわいそうですね。こうした調査結果には、日韓から多くの声が寄せられましたのでご紹介します。韓国の反応。私もソウルには行きたい。同じような感情を世界中の人々が持ってくれているんだね。ソウル観光財団のホームページに来た人が対象なんでしょ？ちょっと変な数値になるかもね。こうやってバイアスがかかった調査統計をどんどん公表している団体は信用できないね。自尊心を持ってはいないのか？ランダムな人に聞いたわけでもなく、さらにどこを訪問したいですか？という質問だろう。そうしたらこんな結果になるだろうね。ソウルに来たら中国からの微細粉塵を食べられるよ。それが今の観光資源だ。中国、そして韓国政府は早急に環境改善をしてほしい。そうしないと観光客なんて来ないよ。さすがにこれはおかしな調査かな。アジアに来たいというのなら、残念ながら香港やシンガポール、そして日本などに行くだろう。韓国旅行は韓国に関心がある一部の人が来るだけだろう。そして一度来たら2回目はほとんどない。政府のせいでね。ソウル観光のサイトを見ていて、あなたはソウルに行きたいですか？と聞かれたら、嫌な感情を持つ人でない限り、とりあえず行きたいと答えるだろうね。さすがにそれで世界がソウルにハマっているという結論は出せないよ。いくら韓国が素晴らしい国でも、ここまでの歪曲はダメだ。好きな韓国料理は？と聞かれて、トッポギと答えるような調査ならまだいい。それを、あなたはトッポギを好きですか？と聞くような調査はダメ。今回の調査は、まさに後者のようなことをした。それなら9割以上が行きたいと答えるのは当然だろう。世界の人々が韓国に来ることは歓迎するよ。コロナが落ち着いたら、またどんどん来てくれ。日本と中国は除いてね。こういう調査をして大々的に発表するから、大統領の支持率も操作されていると言われるんだ。このままでは何の信用もできない国になってしまうぞ。世界が韓国に注目してくれている証拠だね。ホームページに来た人が対象であることに不満を持っているようだけど、そもそも観光財団のホームページにそうした外国人の方々が多数来てくれていることが世界中で人気だという証拠になる。これは映画やドラマ、K-POP のおかげだね。韓国最高。韓国の文化は世界を席巻しているね。自分だってアメリカに行きたいですか？って聞かれたら、はいって答えるよ。嫌な感情を持っていなければ、9割以上が肯定するのは当たり前だ。日本の反応。
嘘つきしかいないのか？こんなの数字見れば一発でおかしいと思うはず。北の支持率 100% っていうのよりはマシなだけ。誰も信じないだろうし、無意味な話題だよ。大丈夫、インチキじゃないよ。韓国を嫌いな人が観光局のサイトに来ることもあるだろうしね。正当な調査結果に間違いない。だから胸を張ってくれていいよ。でも日本と張り合おうとするのはやめてくれ。嘘までついて盛り上げようとするなら、せめてグルメの店とか観光箇所も紹介してくれればいいのにね。ただソウルが最高だと言われても信用できる要素がない。いつもよりさらに空回りしているね。さすがの韓国人たちも騙されないか。ソウルが世界的な観光地だと言いたいのか？一体どんな見どころがあると言うんだろうね。全世界の人が旅行したいって？本当かな？収束後に旅行者に来てもらうための広告にしか思えない。全く行きたいと思わない俺は異常なのかな？観光名所なんて思い浮かばないし、辛い料理ばかりを食べたいとも思えない。とりあえずわからないから行ってみたいと回答した人が多いんじゃないかな。自分の近くにいる人に聞いてみたら、興味がある人は0人だったよ。つまり 0%。さすがに質問の仕方とか対象がおかしいんじゃないかな。コロナが拡大している中でも自画自賛を忘れない。ユニークな国だね。収束した後に観光業を盛り上げたいっていうことかな。以前仕方がなくソウルに行ったことがあったけど、全く魅力に感じることはなかった。自画自賛もここまで空回りするとは幸せそうでいいね。自分の頭の中では韓国が世界で一番なんだろうね。どういう誘導質問をすればこうなるんだろうね。パリやローマだって9割なんていう数字にはならないでしょうに。そもそもソウルという都市の名前を全人類の9割が知っているはずがない。かなり恣意的な調査だよね。一番行きたいではないのがミソかな。ただで時間もかけずに行ける機会があれば、いつか行ってみてもいいくらいの回答だろうね。そうじゃなければ9割以上が肯定的なんてことはない。以前は国内旅行より安く行けることや、免税品が安く買えるということで数回行ったことがある。けど今はお得感もなくなっているし、同じ値段なら北海道や沖縄へ行きたいと思う。海外に今行くとしたら台湾かな。10年くらい前にマスコミに踊らされて行ったことがある。そしてもう二度と行かないと誓った。それが答えだ。数字に弱い国だと思っていたけど、これはさすがにひどいね。こんな結果が出た時点で調査設計がおかしいとは思わなかったのかな。逆に誇りと思って公表するなんてことは普通しないよ。ソウルに行きたいかと言われれば、ご飯食べには行ってみたいけど、衛生面が不安。他には何があるんだろう？買い物？最近は安くないと聞くし、何のメリットもないかな。どこで誰に聞いたかって話だよね。ソウルがどこにあるかも知らない外国人も多いのに、いつものこととは思いながらも大きな口を叩いたね。せめて 60% がとか言っておけば信じる人もいただろうにね。91.9% とか言われたらちょっとおかしいと思ってしまう。盛るにしてもそういった数字のセンスが問われるよね。もうどうしたらいいかわからなくなってしまったんだろうね。こういった結果を信じないと自分たちの尊厳を維持することができないんだろう。まあ日本に被害が及ばない程度に頑張ってくれ。前にも似たようなのを見たな。そこでは韓国の旅行関係のサイトに登録した人がアンケート対象になっていた。そりゃそうなるだろうねというオチだったよ。そして今回もか、学習しないね。韓国には世界は興味がない。韓国は自国について最高の国だと考えているようですが、世界的に見ればそれほど魅力はありません。国連が発表している世界の外国人旅行客数ランキングについて見てみましょう。コロナ前の2019年で見てみると、1位はフランスで8932万人の外国人が旅行に訪れています。2位がスペインで8350万人。3位がアメリカで7925万人です。日本は12位で3188万人となっており、2030年には6000万人を目指すと国交省は掲げています。もし6000万人を達成できれば、2019年時点では6451万人のイタリアに次ぐ6位となります。一方、韓国を見てみると、
1750万人の24位となっています。日本と比べても1500万人近く少ない人数です。 K-POP や韓流ドラマなどの文化を強烈に推している韓国ですが、世界的に見るとベトナムや香港などにも大きく負けてしまっているのが現状です。そうした状況でソウルに行きたいと考える外国人が 90% を超えるなどというのは、少し考えればおかしいと思うはずです。それにもかかわらず、大手の韓国メディアが危機として報じるのは少し自信過剰にも思えてしまいますね。あなたはこうした韓国の調査についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。